カウナス旧市長者カウナスは、リトアニア第二の都市で、ソビエト連邦併合以前のリトアニアの首都。人口は、約35万5550人。リトアニアのほぼ中央に位置し、ネムナス川とニャリス川の合流点にある市の中心部は、歴史的な街並みで有名。ワルシャワからリガタリンを通って、ヘルシンキに至る高速道路、ビアバルティカの沿線にある。 カウナスの歴史は少なくとも10世紀まで遡ることができ、現存する文書で最初に登場するのは1361年のことであった。13世紀にはドイツ騎士団の攻撃から町を守るために城壁が作られたという。1408年、マクデブルク法による特許を得て、以後、重要な川港を要する交易の中心地として発展を始める。 1441年、ハンザ同盟の都市となり、同盟の商業事務所が置かれた。16世紀、リトアニア大公国のもとで、町は大きく発展した。17世紀から18世紀にかけて、ロシア、スウェーデン、ナポレオン軍などの侵攻を受け、また、薬病の流行などもあって、町は荒廃した。1862年、ロシアとドイツを結ぶ鉄道が開通すると、 カウナスは重要な中継地点となり、1892年には最初の発電所が稼働を始めた。1919年、それまで首都であったビリニュスがロシアに占領されると、リトアニア政府はこの町に移転してきた。そして翌1920年、ビリニュスがポーランドに併合されると、カウナスは臨時に首都となった。それから第二次世界大戦までの間、カウナスは、 リトアニア最大の都市として工業的にも発展した。大戦が始まるとリトアニアを含むバルト三国はポーランド東部と共にソ連に占領されたが間もなくドイツ軍が侵攻しがいは破壊された。戦後はソ連の一部となり再び工業が盛んになった。リトアニアの工業生産の4分の1を担うまでになり1966年にはトロリーバスが 開通した。1991年、ソ連の崩壊に先立って、リトアニアが独立すると、カウナスもその一部となり、現在に至っている。現在、市民の多くは、リトアニア人である。ただしかつて19世紀において、リトアニア人の割合はわずか6.6%に、過ぎなかった。各年度における民族の割合は、以下の通り。2001年、 リトアニア人92.9%ロシア人4.4%ウクライナ人0.5%ポーランド人0.4%その他 1.8%1939 年リトアニア人60%ユダヤ人25%ポーランド人10%その他 5%1919 年ポーランド人42%ユダヤ人31% リトアニア人16%、ロシア人1.5%、その他1%日本の領事館が閉鎖されてからカウナスを離れるまでの間、杉原中根領事代理が滞在していたメトロポリスホテル。現在もカウナス市内に現存するメトロポリスホテルの外壁にあるプレート。1940年の夏に当地で杉原領事代理がユダヤ人に詐称を発給した功績を リトアニア語、日本語、英語の巫言語で称えている。ドイツ軍侵攻に伴い隣国ポーランドから迫害を逃れて流入してきた大量のユダヤ人に対し、当時在韓ナス日本領事館に領事代理として赴任していた杉原千恵は名宝ドイツへの配慮から詐称発給を避けるよう訓令を発していた本国外務省の意向に反し、ユダヤ人に対して 日本通貨を可能とした査証及び渡航証明書を発給して欧州からの脱出を支援した。この件では最終的には数千人分にも上る査証、渡航証明書が発給されたと言われている。旧日本領事館は現在資料館になっており、ビリニュースに杉原通りもある。2015年9月に杉原を検証する記念プレートが75周年の節目に合わせて、 カウナス駅とメトロポリスホテルに設置された。ありがとうございます。